はい。始まりました。本日はセラルーメンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、8月18日13時10分、YouTube 録画しております。今日は日経平均株価などですね、ちょっと日本の株を中心にお届けした後ですね、ビットコイン、イーサリアム、XRP、アルトコインなどもしっかりチェックして、セラルーメンのチャート分析、最後までしっかりしていきたいと思いますので、最後までよかったらご覧になっていただければと。 思っております。まず今日日経平均株価なんですけども、今日はちょっと下落してますよね。256円安ということで、トピックスも0.79%下落。マザーズの方もですね、こちらが1.04%下落してしまったということですね。為替はちょっと円安の方に動いておりまして、135円台ということで、まあ、ちょっと今日は株が弱いなという印象を受けるんですけどね。まあ、仮想通貨の方はどんな感じなのか、ちょっと皆様と一緒に見ていきたいと思います。 はい。仮想通貨の方もですね、今日は全般的に弱い動きが続いているような感じでありまして、ミットコイン316万8000まで落ち込んできております。イーサレムは25万なんとかキープということで、ただチャートを見ていくとちょっと弱いなという感じはね、受けるんですけども、25万円キープしているのはなんとかありがたいのかなという感じはいたします。 それからリップルもね、ギリギリ50円を耐えているような状況で、まあチャート見るとね、49円とかになってそうな動きかなと思ったんですけど、なんとか50円をキープというのは交換できるかなと思いますし、ちょっと底打ちの気配はね、やはりこの辺からも伺えるんじゃないかなと思いますが、 まあちょっとですね、油断は大敵ということで、今日のニューヨーク市場がどうなるかですね、また落ち込んでマイナス500ドルとかになると一気に相場のムードが悪くなったりする場合があるので、ちょっと今日のニューヨーク市場にね、注目しておくべきなんじゃないかなと考えております。 それではスラルーメンどんな動きなのか皆様と一緒に見ていきたいと思います。こちらが今日のスラルーメンなんですけども16.234ということで、ちょっとマックリーとかもね下抜けしてしまっているんですよね。で、RSI も40ちょっと割り込んでくるような状況でありまして、相場全体的にまあ弱いなという感じを受けるんですけども、ちょっとこの 値段のね、動きが皆さん気になると思うんで、まあ、直近の値動きの予測をしていきたいと思うんですけども、今16.2円というあたりですね、この辺は一応加減のサポートになっているので、ちょっとここを割り込んでしまうと、ちょっと安くなってしまって、14円ぐらいまで向かう可能性が出てきてしまうのかなと思うので、ちょっとこの辺なんとかキープしてほしいなというところですね。 まあそれから上に行く場合は16.6円ぐらいが、まあ一応上のレジスタンス、それから17.1円ぐらいかなというところなんです昨日の夕方ぐらいが大体17.1円ぐらいなんで、まあ、17.1からそうですね、大体加減は14円ぐらいかなという感じで、14円から 16. ちょっと1円ぐらいかなというところが、まあ今のレジスタンスというか、まあ 16.1ぐらいがレジスタンスとして捉えられてしまったんじゃないかなっていうのが今のね、この落ち方の状況なんじゃないかなと思うんですよね。16.12あたりでちょっとですね、うん、少し、ちょっとその辺結構取引量多いんですよね、見てみると。 なので、ちょっと16円に一応は抜ければよかったんですけども 16.、16.1円、16.2円あたりが、ちょっとレジスタンスになるんじゃなかろうかと思う投資家が多かったので、ちょっとやはりその状況で今横ばいになって、どっちに行こうかなと、18円に行こうか、14円に行こうかなというところなんですけども、陰性の数とかを見てみると、ちょっと14円の方に行こうかなとしてるのかなと、ちょっとどうしても思わざるを得ないと。 いいう感じはいたします、まあ、ですので、大幅に見て、ちょっと値幅のね制限を見て予測をしていきたいんですけども、14円から18円ぐらいで動いてるんじゃないかなという感じはいたします。まあ、ただ、その中でね、ちょっと陰性の数とかまあ下髭数、下ヒゲの感じとかを見てみると、ちょっとですね、14円の方に行くのかなという、なんとなくですけどね、まあ、この辺ちょっと、 下落トレンドにまままた入っててししううんじじゃなないいかなという感じはしております。14円まで行くんじゃなくて14円の手前どっかで止まる、まあ、15円とか、まあ、その辺りで止まるとは思うんですけども、まあ、そういうような状況を推定しております、まあ、若干弱いので14円の方に向かっていく流れを想定しているということですねはいということで今回はステラルーメンのチャート分析 最後までご覧になっていただきましてありがとうございます。皆さんもそれぞれステラに対して意見があると思いますので、よかったらコメント欄の方にご自由に使って構いませんので、ぜひご記入よろしくお願いいたします。それからチャンネル登録まだの方はこの機会にぜひよろしくお願いいたします。ということで今回はステラルーメン最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。